エスコンの人気がいまいちな理由って何？何が考えられる？やっぱり遠いから。駅のインフラ整えないと。ハムが弱い。高いからか。やたらと持ち上げられてるやろ。高くて並ばされる飯屋とか。球場飯がうまいとか言っときゃどうにかなるからな。 W 広告ばかりでパッと見金もかかってなさそう。オワコンやからな。なんか変だな。オワ札幌市役所さん。3月に試合ができなくて札幌ドームに泣きつく。十分高い定期。アメリカ人が作ったからやろ。なんかこう無機質。エスコンで無機質なら札幌ドームどうなるんだよ。あよ仕事取ってこいや。毎日休館日職員。札度でハム試合するんやろ。同情かな。北広島だからなんかがせんやん。北広島で W。 札幌市役所職員の皆様工作活動お疲れ様です。球場なんかペルドより快適であればいい。東京にあるなら大絶賛やろ。電通、ファイターズ、日本ハムの3社共同出資で新球場を保有運営する新会社を設立。これのせいやろ。電通とか坂蓋とズブズブやから叩いてたのに。